初代マームズベリー伯爵、ジェームズ・ハリスは、イギリスの外交官、政治家、貴族。18世紀後半に外交官として活躍した。とりわけ第四次英乱戦争直後の1784年から1789年に、かけて中オランダ公使を務め、オランダ愛国派の抑制特築に努めたことで知られる。1788年に、 マームズベリー男爵、1800年に、マームズベリー伯爵に上された。マームズベリー伯爵ハリスケの祖である。1746年4月21日、ジェームズ・ハリスとその妻、エリザベスの長男として、ウィルトシャー・ソールズベリーに生まれる。一人息子であった。ハリスケは、ウィルトシャー・オーチェストンの旧家であり、平民ではあるが、紳士階級だった。父は著名な文法学者。 哲学者であったが、正解に入り、会員議員から、大倉時間、自重長を歴任した。音楽好きな父、ジェームズの友人には著名な作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルがおり、ヘンデル作曲の数多くのオペラ作品が父に依存されている。ソールズベリーのグラマースクールと、ウィンチェスターカレッジを経て、オックスフォード大学、マートンカレッジへ進学する。在学中、 チャールズ・ジェームズ・フォックスやウィリアム・イーデンらと交友した。1765年にはオランダ語の勉強のためにライデン大学に留学した。1766年に帰国したが、1767年にはオランダ、プロイセン、ポーランド、フランスなどへグランドツアーに出た。ダイピット内閣南部担当国務大臣、第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティに骨があり、 彼の口利きで外交官となり、スペイン大使館に勤務した。イギリスはこの時、フォークランド諸島をめぐって、スペインとの間に戦争の危機を迎えていた。本国政府が妥協的であったのに対し、大使不在の中、彼は一家両の身でありながら、直接スペインと交渉し、強行策を講じて、スペインを譲歩させ、結果として戦争を回避した。まだ、 20代前半の若者であった。1770年から1774年までと、1780年から除釈される1788年まで、クライストチャーチ選挙区から選出されて、庶民議員を務めた。所属党派ははじめホイック党、後小ピット派だった。1772年2月から1776年9月にかけてチュープロイ選考し、 ついで1776年から1783年まで中ロシア大使を務めた。プロイセンではフリードリヒ一世と対等に渡り合い、ロシアではアメリカ独立戦争の敗北によってヨーロッパで完全に孤立したイギリスを全力で支え、女帝エカテリーナ二世に反イギリス同盟に加わらないよう掛け合った。これらの経験で外交官として名をはぜミラボーから 狡猾かつ大胆なハリスと恐れられた。1780年から1784年にかけて第四次英乱戦争があり、イギリスが勝利して、オランダの愛国派を一時的に打倒した。しかしすぐに愛国派が盛り返して、親英派の総督ビレム五世を威圧して、再び政権を握った。こうした情勢の中、1784年5月に、 ハリスは中オランダ公使に任命され、ハーグに派遣された。外務大臣、カーマー前後フランシス・オズボーンからは、オランダにおけるフランスの独裁的影響力をできる限り破壊せよと訓練されていた。しかし、オランダ国内の愛国派の影響力は拡大していく。一方で、1785年にはオランダとフランスは同盟を締結した。ハリスはオランダの民衆に、 この同盟は防衛同盟ではなく攻撃同盟であり、オランダ国民を侵略戦争に引きずり込むものと悪戦伝するとともに、総督派支援を強化した。さらに、プロイセンとの反仏、反愛国派同盟の締結を推進した。ま、た、財政上の不安からオランダにおいて、積極政策を取りたがらないショーピットやジョージ三世を説得して工作資金の確保に努めた。 ビルヘルミーネ1787年6月、愛国派に国を牛耳られていくことを危惧した、総督夫人ビルヘルミーネは、議会で総督に、オランダ支配権を戻すことを訴えるためハーグへ、向かったが、愛国派の指揮する自由軍によって妨害されるという、事件が起こった。総督夫人の兄プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世は激怒し、9月にも、総督夫人侮辱の保障を求める。 最後通帳をオランダに送った。ハリスも自由軍がハーグに迫っており、自分が危険にさらされていると本国に訴えることで、プロイセン支援の援軍と物資をオランダに送らせた。自由軍は各地での無法行為により国民から嫌われており、9月13日からオランダ侵攻を開始したプロイセン軍はオランダ各地で歓迎された。9月20日に、 ビレム5世と総督派軍がハーグに入場したが、この際に同行したハリスも歓迎された。これについてハリスは、私はこの成功に驚いている。一週間前には私は、ハーグから追放されるだろうと思っていた。しかし現在私の目の前から愛国派が逆に追放された。まるで夢のようだと書いている。1788年3月14日には、公使から大使となった。 結局フランスはイギリスに牽制されて介入できず、オランダへの影響力を喪失。一方イギリスは1788年4月15日に、オランダと、ついで8月13日にプロイセンとの間に同盟を締結した。この一連の功績により1788年9月19日に、マームズベリー男爵に助せられ貴族院議員となった。 プロイセンからもクロアシ勲章を贈られた。1789年にオランダ大使を退任した。オランダにおけるイギリス・フランスプロイセンの勢力争いを制し、逆にフランスを孤立させた手腕は高く評価されており、フランス随一の外交家、シャルル・モーリス・ド・タレー・ランペリー・ゴールは、後にマームズベリー卿は、 当時、全欧的に最も卓抜した外交官であったと称賛している。オランダからイギリスに帰国した直後は、ショーピット政権に反対するようになり、フォックスや皇太子ジョージ4世と親しい関係になった。しかしその後、再びショーピットと親しくなり、1793年には、フランス革命戦争の中で再び、プロイセン公使に就任した。 1794年4月19日には、ハーグでプロイセン外相、クリスティアン・フォン・ハウグウィッツ伯爵との間に、対フランス同盟を締結し、プロイセン軍に財政援助することを訳した。プロイセンを対フランス戦から離脱させまいと尽力したが、その努力も虚しく、プロイセンは徐々にイギリスとの同盟から離れ、1795年4月には、フランスと交和してしまった。 1796年には、フランス総裁政府との講和交渉のために、パリに派遣されたが、身を結ばなかった。1797年にも再び講和交渉のため、リールに派遣されたが、その最中に、フルクティドール18日のクーデターで、大英強硬派ジャコバン派が、総裁政府の権力を握ったため、フランス側の要求が課題になり、交渉はまたも決裂した。 南朝のため1800年に公的生活から引退した。1800年12月29日にマームズベリー伯爵に助せられた。引退後もショーピットやジョージ・カニングと親しい関係を維持した。第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクからもたびたび外交問題について相談された。1807年から1820年にかけては、 名誉職のハンプシャー当官を務めた。1820年11月21日に、ロンドン・メーフィア・ヒルストリートで死去した。ソールズベリー大聖堂に埋葬された。爵位は、長男のジェームズ・ハリスが継承した。1788年9月19日に、以下の爵位を新規にノブされる。1800年12月29日に、以下の爵位を新規にノブされる。 1777年7月28日に、初代順男シャクサー・ジョージ・アミアンドの娘、ハリエット・マリアと結婚し、彼女との間に、以下の二男二女を設ける。ありがとうございます。